旧六本木支店現在はアウディ六本木となっている三和自動車は東京を拠点に外国車の輸入、販売を行っていた企業である。ポルシェを初めて日本に輸入したことで知られるほか、かつてはパッカード、ランボルギーにサーブなどの輸入販売やアウディのディーラー経営なども行っていた。自動車の輸入販売会社三和自動車として 昭和30年代に設立され、その後の高度経済成長の波に乗って事業を拡大、ポルシェの輸入代理店として1994年には206億円を売り上げていた。漢字表記による当初の社名は三和と読まれて三和銀行グループと混同されることが多かったといい、1990年の CI 導入にあたってカタカナ表記による現在の三和自動車に 社名変更している日本でのポルシェは、三つは自動車による輸入販売体制の下1990年秋に発売された1991年モデルから前、シリーズに右ハンドル仕様が用意されたほか、1995年には、それまで1000万円超であった911の新車価格を910万円に引き下げるなど、日本における、 ポルシェのユーザー層拡大に努めた。一方、ドクポルシェエジーが設立した日本法人ポルシェジャパンは1995年、1997年末をもって輸入契約を解除する旨を三つ葉自動車に通告した。これを不服とする三つ葉自動車は契約解除通告の無効と輸入権継続を求めてドイツシュトゥットガルトの裁判所に提訴するなどしたものの、棄却され、 1997年12月末をもってポルシェの輸入業務から撤退した。三ツ輪自動車はこの時点で年間2000台以上のポルシェを販売、首都圏の顧客中心に全体の約60%を握り、アフターサービスの対象となるポルシェは1万5000台以上に上っていた。三ツ和自動車は顧客へのアフターサービスと従業員の生活のため、一ディーラーとしてでも ポルシェ事業を継続することに決定、ポルシェジャパンと新たに販売店契約を締結し、1998年1月以降も、東京、大阪などにあった販売拠点のすべてを、ポルシェ正規ディーラーとして継続させた。しかしながら、三つは自動車ではこれ以降、取扱い車種や事業内容が頻繁に変更され、 2011年には代表的な営業拠点として最後まで残っていた六本木支店が閉鎖されたことで輸入車の新車販売からは事実上の撤退となった。継続されている事業には旧車のレストアや整備、小規模な中古車販売などがある。かつての支店現在の三つ和自動車は大正末期に3人の青年、福沢駒吉、その友人である藤原敏夫、 小清彦が起こした会社、三菓子は紹介を起源とする。また、三ツ和自動車は自社の始まりを、1931年、三菱、福沢、川崎の三財閥により、パッカード自動車の日本と朝鮮及び満州国における総代理店として、東京、赤坂に創業としている。なお、パッカードを日本へ輸入した藤原敏夫は、十二気筒を、 シャーシで輸入しボディは、馬車製作を起源とする築地本願寺前の、国自動車室製作所に発注した。1991年までの英文表記は、三ツ葉モーターズ、ハット ABCDEFG 社名辞典、三ツ葉自動車、産経新聞平成7年2月3日、長官八面三ツ葉が91年モデル、ポルシェ全車種に、右ハンドルを設定。 日経産業新聞平成2年9月3日9面、ABCD 三つ自動車、ポルシェ社輸入、読者と若い日本法人と販売契約へ、日経産業新聞平成10年1月13日13面、ABCDEF 会社概要、三輪自動車株式会社のウェブサイト、平成23年10月2日閲覧、ABC 拠点、 三つ和自動車株式会社のウェブサイト、平成23年10月2日閲覧展示のみで、スタッフは常駐していない広告では、三菓子、官報1929年5月21日、大正14年10月設立、日本全国諸外者役員録、第43回、ハット ABCDEFGHIJKL、遠隔三つ和自動車株式会社のウェブサイト、 平成23年10月2日閲覧やなせを経て、日本ゼネラルモーターズに行使対抗日本への輸入は、アウディジャパンの事業部である、ランボルギーニジャパンが行っている。 http://www.webcg.net webcg スラッシュ news スラッシュ,ュ,、e、ュ,ュ,ュ000011162 HTML 現在いたによる正規販売店ランボルギーニアザブ、ランボルギーニ横浜ランボルギーニ名古屋ランボルギーニ大阪ランボルギーニ神戸ランボルギーニ広島ランボルギーニ福岡が営業している アウディジャパン販売株式会社により、アウディメグロとして、同地で営業は継続されている。ハット後に2011年8月6日、アウディジャパン販売株式会社により、同地でリニューアルオープンし営業再開。カーグラフィック相関の1962年12月から現在に至るまで50年近く、三つは自動車は、その揺るぎないポリシーにおいて、 広告を出し続けていますパストアドバタイズメント、三輪自動車株式会社のウェブサイト、平成23年10月2日閲覧。ありがとうございます。